明条院は長崎県五島市にある高野山真言宗の仏教寺院。五島の真言宗元山本尊は国造菩薩。五島88箇所礼状第一番札所。本尊は秘仏とされており容易に見ることはできない。明条院の名は工房大師空海により命名されたと伝えられている。中国から帰った空海が明条院に国蔵菩薩が、 安置してあると危機をもき、国造旧門寺法にて、新言、ナウボウアキャシャギャラバヤオンアリキャマリボリソワカオ100万回、唱え終えた日の未明、明けの明星から凄まじい光が差すのを脳のを見て、中国で治めた密教が、今後の日本の再生移民に役立つことの不出の、証明をいただいたとして大変お喜びになり、この寺を、明星院と名付けたという。五島では最も古くから、 ある寺院で空海により、新言州へ改修し、五島列島の大半を収めた福江藩、五島次第大の祈願寺とされ栄えた。注目すべきは、本堂の入り口上部の飾りぼりが、竜や雲などではなく、像であること。空海、最長が帰国する前から存在している寺のため、インド仏教の影響を伺える。本堂の天井には、様々な仏教画が各天井に描かれており、 四隅には、火料瓶画が描かれている。住職曰く、火料瓶画の美声を聞くと、一瞬にして、悟りを開いてしまうと言われている。さらに、本尊側から、本堂入り口に向かって、各天井を見ると、各天井の仏教画の色が、光の加減で鮮やかになり、さらに美しく映える。また、かつては配管料がかかっていたが、現住職になられてから配管料は無料になっている。 ご藤主吉田朝鮮905番地、ありがとうございます。